これから SNS でこうやったら売上利益作れるよみたいな話をバン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 しようと思ってます。今日8月30日なんですけど、はい、今日だけで600万円借金しました。ありがとうございます。はい、どうもです。今回はフランチャイズサンデルの林さんに来ていただきましょう。よろしくお願いします。どうもお願いします。ちょっと前編はフランチャイズサンデルの方でお話ししています。前編でもお話しした内容と重複するんですけれども、 SNS サミットっていう、まあ、SNS のノウハウであったりとか成功事例みたいなものを日本で一番こうギュッと情報を集めたサミットがありまして、まあ、それを林さんと一緒に登壇させていただいて、 SNS でこうやったら儲かったよとか、これから SNS でこうやったら売上利益作れるよみたいな話をバン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 しようと思ってます。貴重な機会をありがとうございます。とんでもないです。他にもゲストがこんなにたくさんいっぱいいらっしゃいます。で、僕らの周りだとストックさんの株本さんとかもいらっしゃるので、なんであの株本さんをゲストで俺たちのこうなんか上みたいな扱いがどっちが上なのかよくわかんないけど9月17日に現場に来ていただけたら会えますし、オンラインでもこうセミナー自体見ること可能なので、ぜひ皆さんこちらのリンクから買っていただけたらと思います、はい、このリンクから買っていただくのは重要なんですね。こっちのリンクを買っていただいてもちょっと僕のメンツが潰れちゃうんで。そうなんですよ。だから僕たちがそんなに影響力ないんだなってなっちゃうんですよ。チケット売れないとね。ここ経由のチケット置いとぜひ次回も来てくださいって言われるんで、はい、ぜひここからなんですけど、はい、でそれでね、ただここから買ってもらうんじゃもう得点をつけたいなと思って、まず全員に2023年4年ここの SNS をこう使ったら売上利益が伸びる林バージョン、青笹バージョンっていうものを徹底議論した動画をプレゼントいたします。コメント欄にどっちが良かったか書いてくださいこの動画はかなり有益かなと思います、はい、もう他の人だったらワンチャン売ってるんじゃないかってぐらいの、そのぐらい本気の内容ね、本気の内容にしてるので、ぜひ皆さん購入してメールに後で一斉配信するのでお待ちいただけたらなと思います。はい、そしてさらに僕と青さんにそれぞれ1名ずつお茶できるチケットが当たるんですね。はい、一応資本主義のネギ目として、僕らが自称してるんじゃなくてネギ目として、昼ドラという企画でオークションをしたら昼ご飯が50万と30万だったので、資本主義社会において需要と供給のバランスでそういう値がついたよっていうお茶を無料で抽選で2名様一体1名1名当てようかなと思いますので、はい、ぜひ申し込んでください。ちょっと青さんに一つお礼したいことがありまして、はい、いやね、僕がね、まあ、ツイートでもつぶやいてるんですけど、まあ、毎月限界ギリギリまでお金使っちゃうんですよ、はい、だからね、月末になるたんびに青さんに、いやちょっと生活苦しいわとかねお金ないわっていう話をしたら、はい、青さんが佐古さんの面白いエピソードを教えてくれたんです。ちょっとそのエピソード教えてもらっていいですか。そうですね、佐古くんが、まあ、最近仕事がやる気が出ることがあったみたいで、はい、まあ、結論 やる気が出たと、はい、新しい情報に触れようと思って顧問を募集したんです。ほうほうほう。彼は年間360万プランみたいなものを作って告知したらかなり問い合わせがあったと。はあ。で、なんか1日で 2,3 千万着金したって言ってて、あのハスハスしてたんですね。すごいね。まあ、その代わり彼は結構こっからまたそれに応えるべく仕事をしていかなきゃいけないんですけれども、だけど佐古さんとね喋りたいとか顧問になってほしいっていうのはね、はい、多そうですもんね。そうですね。だから年間360万で 2,3 千万着金したところ、まあまあ、10件とか、まあ、10件近く、ね、そして年間まとめ払いにしたんだね。そうです、まとめ払い。すごいねっていう話をちょっと青さんから教えてもらったんですよね、はい、でさらに青さんは、で僕も年間300万プランっていうのをツイートしてみたら、まあ、僕はちょっと安かったんで19件問い合わせが来たんです。ほー。僕はちょっとさすがに19件個別コンサルするほどリソースがないので、まあ 3,4 件だけ受けちゃおうかなぐらいの感じなんですけど、それをやった上で、あと林さんも佐古くんが僕よりも林さんの方が大きい会社やってて、はい、もっと高い値段で、で何件受けるかはもう林さんの自由で、とりあえず一旦ツイートしてみたら結構あるんじゃないですかみたいな話をしたんですね。そうなんですよ。そしたら本当ありがとうございますなんか数日前にちょっとね、青さんからそうやって教えてもらって、そのまんまつぶやいて、偶然ね、今日8月30日なんですけど、はい、今日だけで600万円借金しました。ありがとうございます一番月末でお金ない瞬間なんで、すごく助かります本当ねまだね、何社も来てるので、うん、まあ、ズーム面談とかしてるんですけど、はい、すごい質のいい方々ばかりですね。そうですね、僕もそれを感じてて、時間の切り売りっちゃ時間の切り売りなんですけど、はあ、こっちとしても別になんかストレスないなというか、うん、出会い方が出会い方だったら何なら普通に話していろいろアドバイスしてたなぐらいの方と、うん、まあ、こういう契約になってお金もらいながら話ができるので、だから逆に皆さん普通の出会いとかだと気を使っちゃうけど、逆にお金を払うんでやっと話せるみたいな、なんかそういう感じがするんだよ ね、ちゃんと甘えられるというか、うん、あとね、僕はね最近完全成果報酬で働くことが多いんで、はい、なんか先にもらっちゃうと、はい、逆になんかもうもっと頑張んないとなっていう気がするんで、はい、いや本当5社から10社ぐらいなんかふわっと決まっちゃいそうですね、はい、本当青さん、僕は月
55万円にしました。で、年間だと550万かな、はい、うん、あの税込みで、はい、うん、っていう風にしたんですけど、タオさんのおかげでなんかこういう方々がいるんだっていうことを、はい、あの知れたんで、本当は青さんのおかげです。ありがとうございます。とんでもないです。助かりました。安いですよね。だって僕はフランチャイズチャンネルと音返しキャンプで契約させていただいて、いろいろアドバイスいただいて払ってる金額と比べたら年間550万っていうのは非常に安いというか、もうね、ぶっちゃけね、このこれであのフランチャイズ展開までしっかり手伝っちゃったら今支援してる人たちが暴動起きちゃうから、ちょっとそこまではあの別料金だよとかね、あのあんまり儲かったらちゃんとたくさんちょうだいねっていうところあるんですけど、基本的には月55万円もしくは年間550万円でどっちかでっていうことでやったら、本当1ツイートだけで。そうですね。本気かネタか分かんないけど、安藤さんまで申し込んでいやでもどっちなんだろうか。そうですね、やっぱ分かってる方にとってはやっぱ安いってすぐ分かることだと思いますね。やっぱ林さんのこう知識や経験だったりとか、あと人もつないでくださるってことをツイートされてて、そこら辺使ってむしろ500万稼げないようだったらもうやばい。やばいぐらい。林さんを使い倒して500万稼げないんだったらもうやばいぐらいの感じの人がむしろ来てくれるんで、めちゃくちゃいいんじゃないかなっていう、ね、そう思っていただけたら嬉しいですね、はい、本当ね、まあ、一応、まあ、万が一興味のある方がいらっしゃればあの一応概要欄でそのツイートは貼っておきますんで、はい、本当は青さんのおかげでなんとか月末を乗り越えられそうです、はい、ありがとうございます。とんでもないです。林を稼がせた男って言って林を稼がせた男って本当そう、もうびっくりした。こんなことも考えもしなかったから、うん、佐古さんにもお礼したいよね。元ネタ佐古さんがね、はい、というわけでじゃあ話は脱線したけど、まあ、SNS サミットのこのリンクから買うと、なんと本当だった僕たちって30万とか50万とか払わないと、ね、打ち合わせとかしないのにお茶できちゃう権利が当たっちゃうかもって話がちょっとこういう話だったんですよ。あ、そうです、なんでね、はい、SNS サミット、そして当日ね、いろんな人に来てほしいですね。はい、まあ無理は言わないんですけど、うん、VIP チケットだと嬉しいなと思いますね。おー、 VIP チケットすごいよね。はい、登壇者のいる交流ラウンジにまず入れるんで、へー、まあ、僕とかカボンさんとか多分いるんでそこに、はいはいはい、また会える。なるほどね、そこが控え室みたいになってるのかな。あ、そうだと思います。あ、なるほどね、上手だね、そういうことやってんだね。で、アフターパーティーも一緒に来れるので、へえ、すごい。今は10万円、時間が経てば15万、最後20万なんですけど、僕らあの VIP を買わされることに慣れてるんで、たまには VIP 買われるっていう体験もそうですね、わかるっていう形なので、ぜひ皆さん応募いただけたら嬉しいです。はい、買ってくれたら嬉しいです。はい、じゃあその中で今回以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。